今回は、川沿いの家、女友達の話、松林の奥、誘拐された T 君、という話を紹介します。ではどうぞ。十数年前の話、私が6歳、兄が8歳の時だろうか。私たちは、お盆休みを利用して、両親と4人で父の実家に遊びに行った。その日はとても晴れていて、気持ちがいい日だった。夜になっても雲一つなく、天の川が綺麗に見えた。最高の景色。花火をして遊んだ後、いとこの兄ちゃんと姉ちゃん、兄と私の4人で、夜の散歩をすることになった。こんな夜に外に出ることはあまりなかったため、探検気分で生きようようだ。いとこの兄ちゃんと姉ちゃんは、もう大きかったので、両親もにこやかに送り出してくれた。父の実家はとても田舎で、小高い丘の中腹にある。家の裏は竹林になっており、その竹林の向こうには小さな川が流れている。戦前はその川に沿って道があり、そこがこの辺りでは、一番メインの道だったそうだ。しかし今はその道はなく、名残のように、川に沿って家がポツポツと建っていた。父の実家も含めて、川に沿って建っている家はどれも古い。少なくとも、戦前から建っている家ばかり。父の実家は改装をしていたのでそうでもないが、他の家はどこもボロくて、どことなく廃墟っぽい家すらあった。私たちは懐中電灯を手に、裏庭にある竹林を抜けて川沿いに出た。昔の道の名残だろうか。川の土手は平らで、歩きやすくなっている。いとこの提案で、土手を伝って上流へ向かうことにした。ポツポツ立っている古い家はどこも真っ暗で、明かりすら灯っていない。そのことをいとこの兄ちゃんに言うと、彼は少し逡巡した後教えてくれた。この川沿いはねえ、僕たちにとって肝試しコースなんよ。彼曰く、この川沿いに立っている家では、上流から順番に、不可解なことが起こっているらしい。一番上流にある家は、30年ほど前に一家で侵入した。二番目の家は、その十数年後に火事になって焼失した。家族5人のうち、2人が亡くなった。三番目の家は、一人暮らししていた老人が孤独死した。発見されたのは2ヶ月も後のことだった。後ほど聞いた話では、発見したのはおじとおじの友人らしかった。4番目の家は、金銭難で父親が自殺をし、その後一家離散した。じゃあ、5番目の家は？私の兄が聞いた。いとこは、小さくため息をついた後に答えた。5番目の家は、うちなんよ。ゾッとした。もし、いとこやおじたちに何かがあったら、沈黙が、4人を包んだ。私は幼心にどう言っていいかわからず、黙っていとこや兄たちについて行った。数分歩いて、2番目の家、の跡地に着いた。暗くてよく見えなかったが、そこは更地になっていたようだった。ふと、私は気がついた。ふわふわとした光の玉が、ぼんやりと浮かんでいることに。ぎょっとして、目を凝らした。光の玉は2、3度縦揺れした後にふっと消えた。怖くなって、もう帰ろう、と言った。いとこたちや兄も、実は帰るタイミングを逃してここまで来ただけだった。私の提案にすぐさま賛成してくれて、4人は早足で家に帰った。お盆休みが終わって家に帰っても、私はその光の玉と、いとこの話が忘れられなかった。もし、父の実家に何かがあったらと思うと、ゾクゾクして、眠れなくなる日もあった。しかし、時間が経つにつれてそれも風化した。父の実家には、小学生の時は毎年2回は遊びに行っていたが、徐々に数を減らしていった。兄は大学生になってから家を出た。その頃はもう2人とも、そこにはしばらく行っていない状態だった。私が高校3年の夏、兄が帰省した。私と兄はとても仲がいい兄弟だったので、夕飯を、2人して好きだった映画を流しながらだべっていた。映画が終わり、それでも喋り足りなくていろいろと話した。きっかけは何だったか忘れたが、ふと話題が、あの夏の日のことになった。あの話、怖かったよねー。まだいとこたちに、何も起こってないからよかったけど。ほんまに、未だにあの話は忘れられんわ。うなずく兄に、私はもう行ってもいいかなと思って、兄に言うことにした。光の玉の話だ。なぜか、そのことは誰にも言っちゃダメだと思い込み、今まで誰にも言わずにいたのだった。そういえばさ、私、あの日見ちゃったんよ。わざと茶化しながら、そう切り出す。火の玉、というより、光の玉みたいなやつ。しかも火事になったって、あの家んとこで見たんだよね。私の言葉を聞いて、兄はよっとした目で私を見た。俺も。え？俺も見た、変な光の玉。ふよふよ浮いとった。今度は、私が驚く番だった。もしかしたら気のせいだと思っていた、あの光の玉を、兄も見ていたのだ。ゾーッとし、暗黙の了解でその話題はそこで途切れた。その日、私は眠れなかった。その数ヶ月後、兄が死んだ。とある事故だった。書いてしまうと、
身バレする可能性があるのでやめておく。ちょっと普通では考えられない、特殊な事故だった。ニュースにもなった。次の年、父方の祖父が死に、後を追うように祖母とおじが亡くなった。三人とも同じ病気でだった。もちろん、感染症や伝染病ではありません。あまり聞いたことのない病名で、お医者さんも変な偶然に首をひねっていたそうだ。もともと母親がいないいとこの家は、いとこ兄弟だけになってしまった。おじの通夜の前の夜、おじの遺体が収まった棺桶の隣で、いとこの兄ちゃんと姉ちゃん、三人で飲んだ。二人とも、この家を出るのだと言った。やっぱり、怖いから。信じてるわけじゃないんやけど。あまりお酒が強くない私は、酒を覚まそうと二人に断って外に出た。ぼんやりと庭を散歩し、裏庭に行く。さらさらと、川が流れる音がする。あの頃、うっそうと茂っていた竹林は、すべて切られてなくなっていた。荒れ地となったその場所に、時間の流れを感じながら、ふと振り返る。いとこの家の目の前に、あの頃見たのと同じような光の玉が、ふよふよと浮いていた。なんとなく思う。私は、もうしばらくしたら死ぬかもしれない。それも、兄と同じような事故で、そう考えると、怖くてたまりません。猫好きは読まない方がいい、怖いというか気持ち悪い話。細かい会話とかは覚えてないので適当だが、俺の中学時代からの女友達の話。仮に香りとしておく。もともと小学校も同じで、5年、6年と同じクラスだったが、話すことなんてなかった。もともと一人でいることの方が、多い子だったと思う。中学に進んで、同じ小学校から来たやつで、同じクラスになったのが、香りともう一人しかいなくて、席も近かったことから話しかけたことが、香りと友人になるきっかけだった。そのうちもう一人の、同じ小学校から来たやつ、仮に純一とする、とも、よく話すようになり、俺と香りと純一は、三人グループっぽくなった。香りと仲良くなってしばらくして、自分の家のこととか話題にしたら、香りも自分の家のことを話した。香りは母方が、中部のどこぞの田舎の神社の宮司の家系で、父方は、北日本のある地方の豪農の出身。今は割と落ちぶれているらしい。この一族も、行者とかになる人が多かったらしい。なんかすげえな。じゃあお前、見えたりするの？霊とか。見えるよ。マジかよ、と思って聞いてみた。どんなの見えるの？ふざけて言うことじゃないし。香りはそれ以上話してくれなかった。いつまで経っても、その手のことは話さなかったので、冗談かなとも思ったけど、ある日、冗談ではないことが分かった。香りと友人同士になってから、何ヶ月か経った2月、バレンタインで、俺は別のクラスの女子からチョコレートをもらい、めちゃ嬉しくて香りや純一に自慢していた。やったー。もらっちゃったよ。俺、実は初めてだったりするんだけど。いいなぁ。俺も欲しいよ、ほんと。あのさ、ひろしくん、俺の仮名。それ、食べない方がいいと思う。え？ちょっと、やばいというか、気持ち悪いよ、それ。いきなり香りが変なこと言い出したんで、俺も純一もわけわからんという感じだった。え？何それ？どういうこと？なんかね、強すぎる。本人に悪気はないと思うけど、結構いろいろ入れて、なんていうのかな。呪いみたいになっちゃってるよ。体壊すかもしれない。はぁ？お前、何言ってるの？せっかくもらったチョコレートと、それをくれた人をけなされてるみたいで。俺はちょっと腹を立てて、香りと喧嘩しかけたけど、純一が、まあまあ、と止めてくれて、結局俺の家で、チョコレートのうち何粒かを、溶かしてみることになった。10粒くらいあったやつのうち、3粒取って溶かしてみたんだけど、ギョエッという感じだった。2つからは、ほんの少しだけど、細かく切った髪の毛みたいなものが出てきたのだ。あとの1つからは特に何も出なかったんだけど、ずっと湯煎して溶かしていると、そのうち変な匂いがしてきた。何これ？これもなんか入ってるの？わからないけど、血かな？ひょっとしたら生理のかも。でもそれ以外かも。俺も純一も気持ち悪くてたまらなかった。結局チョコレートは、くれた人には悪いけど全部捨てることにした。香りは呪いとか言ってたけど、それ以前に体に悪そうなので、香りは見ただけで、中に何か入っているということが分かったわけで、俺も純一も、香りの、見えるよ、を信用するようになった。さらにそれから1年ほど経った、中学2年の12月、冬休みの少し前のことだった。俺と香りは同じクラスのままで、相変わらず結構話してたけど、純一は別のクラスになっていた。ある日の放課後、久しぶりに純一と会って話していたら、香りも昇降口にちょうど降りてきて、3人で帰るかということになった。俺と純一は適当に話していたけど、香りはあまり話さず、
何か様子がおかしいなと思っていたら、純一と途中で別れた途端に、うええと小さく声を出して、うずくまってしまった。おい、香織、どうしたんだよ。香織は口を押さえて、涙を流していた。どうしよう、ひろしくん、どうしよう。純一くん、死んじゃうかも、うえ。は？な、何言ってるんだよ。ちょっと落ち着け。気持ち悪いんか？どうしよう。どうしようって、何なの、一体？純一くんはやってないだろうから、多分親戚とかだと思うけど、人、してるよ。ここ最近で。すごい恨まれてる。多分純一くんにも回ってきちゃうよ。死んじゃうかも。ゲーゲー吐きながら言う香織の背中を撫でながら、以前のこともあり、俺はかなりビビっていた。でもまさかそんな、という気持ちも強かった。たまに通りかかる人が変な目で見てたので、この日は香織を落ち着かせて帰った。夜に香織から電話があった。明日、純一くんの身につけているものを、持ってきてほしいんだけど、できればシャツとか。え？何に使うの？それ？明日、私、学校休むけど、ひろしくん。学校終わったら純一くんのシャツ持って、まるまる公園に来てくれないかな。絶対に持ってきてね、絶対。まるまる公園は近くの寂れた森林公園だ。ああ、何かわからないうちに頼まれてしまったけど、帰りのこともあったし、言う通りにしてみた。シャツとかなんて、どうやって手に入れようかと思ったが、体育着を忘れたことにして借りて、洗って返すということで手に入れた。森林公園では香織が待っていて、俺が体育着を持ってきたことを確認すると。こっち。と、林の中に連れて行かれた。ちょっと歩くと、葉の落ちた木がたくさん生えていて不気味だった。さらに不気味なことに、連れて行かれた林の中の広場みたいなところに、ちょっと大きめのハンマーと、段ボール箱が置かれてて、箱の中から、複数の猫の鳴き声が聞こえてきていた。香織、何あれ？猫？うん？段ボールを開けると、猫が4匹入っていた。野良猫っぽかったけど、わからん。ねえ、何するの？一体。これから、純一くんの身代わりを作ろうと思ってるの。お願い、手伝って。な、何？身代わりって？わかんねえ。大丈夫、すぐ終わるし。ひろしくんに頼むのは簡単なことだから。とりあえず言う通りにしてみた。言われたことは本当に簡単で、純一の体育着に猫を一匹、着せるようにして包み、地面に押さえるようにしていてくれ、ということだった。それで、純一くんはここにいるって、強く思って、声に出しながらがいいかな。多分。ああ、わかったけど、体育着にくるまれて、くぐもった声を上げる猫を押さえつけ、言われた通りにした。ちゃんと押さえててね。え？香織、それ、俺が猫を押さえると、香織が置いてあったハンマーを持って、いきなり振り上げた。一瞬だった。ポケット嫌な音がして、猫は泣かなくなっていた。体育着にくるんでいたおかげで、どうなっているか見えなかったが、頭のあったあたりがどんどん血に染まっていて、シャレにならなかった。お、ま、なん、おえ、え。待って、まだ我慢して。俺が吐きそうになっていると、香織は猫を体育着の中からずるりと取り出して、次の猫をくるんでいた。地面に置かれた死んだ猫は、頭が見事に砕けていて、たまに痙攣していて、それが見えて、とうとう俺は吐いてしまった。お願いだから、押さえてて。純一くんのためなんだから。無理、無理。じゃあ、さっき言った通り、頭の中で思うことだけやって。あと、目は閉じないで。この体育着をちゃんと見てて。わかった。俺の見てる前で、香織は足で、猫の前足を踏みつけるようにして押さえつけ。今度は3度ハンマーを振るった。腹が潰れた猫が地面に置かれた。体育着から取り出す時に、香織の手には血がついてしまっていた。さらに次に地面に並んだのは、4本の足を砕かれた猫。またその次も同じで、この2匹はすごい鳴き声を上げても生きていた。最後の方、俺はもう見ていることができなくて。本気で怖くて、香織に何度か注意されたけど目をそらしていた。香織はその後、掘ってあった穴に全部の猫を放り込んで、埋めてしまった。まだ生きてた2匹もだ。これは俺も手伝った。最後の方、ちゃんと見てなかったでしょ？見れないよ。あんなの意味あんのかよ。やばいって、どう考えても。意味あるよ。あると思う。手足はうまくいったかわからないけど、頭と体は多分大丈夫になったから。俺と香織は森林公園から出ると、ほとんど話さないまま家に帰った。血が染みた体育着は、香織が持ち帰った。それから冬休みになるまで、俺は香織と口を聞かなかった。別に純一に何の変化もなかったし、あの猫は子孫というか、香織は単にヤバい奴だったと思ったりした。猟奇趣味に付き合わされただけなんじゃないか、と思った。でもやっぱり、香織は単に危ない奴じゃなかった。冬休み中に、純一は父方の実家に家族で里帰りして、火事にあった。
両親と親戚が何人か亡くなったらしい。妹さんも重体でやばかったけど、命は取り留めた。純一はというと、腕に少し重い火傷を負っただけで済んだ。俺がこのことを知ったのは、冬休みが終わってからだった。純一は、難を逃れたおじ夫婦の家に、引き取られることになったけど、さらに2週間ぐらいして、そのおじさんが遺書を残して自殺。遺書には人を殺した云々が書かれていて、後日、死亡のまま逮捕だか送検だかされた。純一の家の近くに住んでた人で、俺も見知っていただけに、これには本当に驚いた。純一はすごいショックを受けたようで、見てるのも気の毒だった。純一はその数日後、ずっと遠くの親戚に引き取られ、3学期が始まって、間もないうちに引っ越していった。香里の言っていたことは的中していたわけで、俺は香里とまた話すようになり、ごめんと謝った。香里は別に怒ってないと言ってくれたが、俺の質問には嫌がって答えてくれなくて、1年くらいしてようやく、この時何をしたのか話してくれた。なんか、いろいろたたりとか、呪いの原理を話してくれた。それらは彼女なりの理解だと言っていた。要は、思い込みの力らしい。今回は猫を純一の体に見立てて、俺たちがそう思い込むことで、たたろうとしてる奴を騙して、あの森林公園で恨みを受けたことにして、純一本人は助かったという。他にも何か言ってたけど、よくわからなかった。というわけで俺は、呪いとかたたりとか術とか、そういうのは確実にあると思う。実際こういうのを見てしまったわけだし、俺は、もし俺が死にそうだったら、隠さずに教えてくれ、と言って、香里と友達でいた。それからもいろいろ変な目にあったけど、今も実はかなり仲のいい方の友人かもしれない。多分、香里がヤバい奴であることに、変わりはないんだろうな、とは思うが、あと、猫は直視できなくなった。終わり。猫好きの人にはアレな話だったかと思うけど、いや、本当に呪いとかはあるよ。小学校時代だから、もう十数年くらい前の話になる。夏休み、俺は友人のターちゃんと、学校の裏山で秘密基地を作って遊んでた。裏山といっても山っぽくはなくて、松林が延々と広がってる感じだ。松林に入って5分くらいのところに、松の枝とか太い枯れ木とかを、組み合わせて作った基地で、何をするでもなくひびは潰れてった。実際、何をしていたかはあまり覚えていない。夏休みもぼちぼち終盤に向かい、じいじいうるさいセミから、つくつく胞子と日暮らしに、変わり出した頃だったと思う。俺はクーラーの効いた部屋で、宿題の山に愛想つかして、提出延期&踏み倒しの三段を練っていた。たーちゃんから電話があった。松林の奥まで行ってみんか。というお誘いだった。二つ返事でたーちゃん家へチャリをこいだ。たーちゃん家は、俺んちと学校、松林、の間にある。たーちゃんと合流して学校まで10分。いつものようにチャリを校庭に止め、裏の松林へと入っていった。松林は真夏にもかかわらず鬱蒼としてひんやり、ということはなく、やっぱりカラッと暑かった。地面は砂で歩きにくい。スニーカーを履いてきたターちゃんは、暑い。とうなだれていたが、サンダルの俺は、暑い砂がジャリジャリ入ってくるのが不快だった。5分ほど歩くと俺たちの基地があった。こないだの台風で小枝部分が崩れてしまい、太い柱くらいしか残っていなかった。補修せんといかんねえ。とターちゃんが柱を軽く小突きながら言う。もう休みも終わるからいいよ。他の奴にもバレてきてるしねえ。と俺は先を急ぎながら言う。正直、クラスの別の奴にもこの基地がバレつつあり、秘密度、が落ちてきたことから、俺はここを見限るつもりでいた。基地から先の松林には、あまり行ったことがなかった。獣道すらないようなところだったし、それ以上行ったら迷いそうな気がしていたからだ。しかし今日は行く。それが今日の目的だ。たーちゃんと俺は、基地の残骸の枝を振り回しながら、邪魔な枝や草を払って奥へと進んでいった。相変わらず松林はカラッとしている。松林は少なくともうちのとこは、うっそー、といった感じにはならない上、時間にして昼1時頃だったので、怖いという感覚はなかった。帰り方も帰り見ず、ガンガン進む俺たち。しかし思わぬところで、俺たちの歩みにブレーキがかかった。喉が渇いたのだ。当時は、ペットボトルという気の利いた容器すら、いまいち浸透していなかった。プルタブが取れる時代である。甲羅のプルタブを集めて、応募するような時代である。飲み物を持ち運ぶという意識が、俺たちは薄弱だった。勢いでスタートを切ってしまい、失敗することは未だにあるが、このミスはその走りであったように思う。喉が渇いた胸をターちゃんに伝えると、ターちゃんも同様であった。帰るか、と思ったその時、目に入ったものがある。パン屋のトラックの荷台コンテナである。これ自体田舎では、別に驚くようなものではない。
払い下げのコンテナを、農家のおっちゃんが、倉庫用として使用していることはよくある。ただ、この松林の奥にあることが意外だった。コンテナの中を開けるとそこには、ということはなかった。開ける勇気もなく、そこを去ってしまったからである。コンテナに書かれた、パン屋のキャラクターが赤さびていて不気味で、急に心細くなってしまったのだ。来る時よりも早足で、俺たちは来た道を戻った。つもりだったが、来る時に斜めに進んだのが、いけなかったのかもしれない。見事に迷った。基地を作った当初に俺が書いた。秘密基地の地図、社外秘を、慌てて取り出すが、今日来た道は初めての道。クソの役にも立たなかった。立ち止まって考え込む俺ら。とそこに、マンションやわらー。ただでさえ焦りを感じ出した俺たちの、心臓を握りつぶさんばかりの怒号。スニーカーターちゃんはだっと。サンダル俺はもつれてこけた。ターちゃんの T シャツの背中が、軽やかにひらめくのをやたら鮮明に覚えている。なあ、俺は全てが終わるのを感じて吠えた。わら何しとっとか。おっさんも吠える。俺に近づくおっさんの手にかまて、ああもう漫画みたい。ああ、すんませんでしたー、もうなんだかよくわかんないまま謝罪する俺。もう泣くしかない。わら何しとったか。おっさんが問う。何も、もう帰りたいですー。俺が答える。に往復くらいこのやりとりをやったところで、ようやく事態が落ち着いてきた。おっさんはどうやら、松林の奥で何か農作業をしているとのこと。ちょこちょこ聞き取れない上、目つきも言動も風貌も怖かったし。まあ、こんなところにいる時点で、普通の人ではなかっただろう。学校に帰りたいですー。迷ったんかバカタレが。おっさんは俺を罵りながら手に持った釜で、ある方向を指した。あっちにまっすぐや。俺は正直ビビった。あっちは明らかに、俺たちが、今、通ってきた方向。少なくとも学校側であるはずがない。どっちかというと松林の奥側のはずだ。と思ったが、おっさんは、あっちや。と静かに言う。ようやくターちゃんが戻ってきた。おっさんは、お前も迷ったか。あっちや。あっち行ってみろ。と続ける。ターちゃんはさっきは逃げたくせに、すんませんでした。ありがとうございました。とやたら吐きのある声でお礼を言い、俺の腕を掴んで、おっさんの言った方へ歩き出した。え？こっちはさっき来た方だよ。と俺は反論するが、ターちゃんは黙って俺を引っ張っていく。歩きだがやたら早足だ。と、おっさんが視界から見えなくなった瞬間、ターちゃんは直角に曲がって猛然と脱出した。ターちゃんは倒木を飛び越え、小枝で怪我するのも厭わず、がむしゃらに走っていく。帰る云々ではなく、ただひたすら、あの場から離れたいという感じだった。サンダルの俺は、ターちゃんについていくのがやっとだった。大きな倒木を飛び越えた先で、ターちゃんは倒木を背にへばりついた。俺も少し遅れてへばりついた。あれやばい。やばい。おかしい。見える。見てみろ。とターちゃんが倒木越しに、今来た道を指さした。密集した細い枝と、倒木の隙間から見てみると、おっさんが、俺たちが行ったであろう道を走っていくのが見えた。やばい、やばい。やばいなんか知らんけどもー。ターちゃんは嘆きつつも、しばらく様子を見てから、おっさんと反対の方向に走り出した。もう何どころではなかった。俺もべそかきながら、後ろに注意しながらターちゃんについていった。おっさんの反対側へめちゃめちゃに走っていると、ようやく車の輪立ちがあるところまでたどり着いた。よかった、と泣きそうな俺を。バカタレ、あのおっさん、いつどっちから来るかわからんぞ。とターちゃんが一括。俺は泣いた。輪立ちを、こっちかな？と思う方に、二人して走っていると、正面から軽トラが来るのが、かすかに見えた。まさか例のおっさんか？と思い、道路脇の茂みに隠れて軽トラを待つ。軽トラは全然別のおっちゃんが運転していた。アンドから、ついに俺だけでなく、ターちゃんまで泣き出してしまった。おっちゃんは突如現れた号泣小学生二人に、狼狽した様子だったが、迷子とだけは分かったのか。外まで送ってくが。と心よく俺たちを荷台に乗せてくれた。さすがに車は早く、楽ちんで松林を抜けることができた。おっさんの恐怖も忘れ、軽トラの荷台で受ける風を楽しみながら、はしゃぐ俺ら、調子に乗って暴れていた。マンションやわらー。軽トラの運転席から怒号が聞こえてきた。俺は泣いた。幽霊とかは出てこない話だけどね、とおじは語り始めた。おじが小学生の頃、友達に T 君って子がいて、学校でも外でも行動を共にし、毎日のように遊んでいた。唯一無二の親友だったらしい。ある日、T 君がいなくなった。誘拐されたのだ。T 君がいなくなる前日の夕方、実はおじは T 君の姿を見ている。
お使いの帰りにテイ君ともう一人、知らない大人の男の人が、林道のある方向に、楽しげに喋りながら歩いていくのを目撃したのだ。もちろんおじは、テイ君の家族や警察にそのことを伝えたけど、遠目だったし、これという特徴もない男だったから、有力な手がかりにはならなかった。さらに誘拐だというのに、身代金の要求や脅迫といった電話も何もなく、犯人の目的が一切不明で捜査も難航したらしい。何の進展もなく、一週間以上過ぎたある日。あれ、あの絵あんな色だったか？教室の後ろの壁に、生徒のおのが描いた自画像が貼ってあって、T 君の絵だけ様子がおかしい。背景や表情は変わんないけど、T 君の顔色が妙に赤みが強く感じるのだ。おじはクラスの友達にそのことを伝え、気のせいだと言われたけど、二日三日と過ぎるうちにどんどん赤が強くなって、ついに赤鬼みたいに顔が真っ赤になった。ここまで来たら気のせいだなんて、クラスの誰も言えなくなった。見つけてくれないから怒ってる。きっと暑いところにいる。いろんな意見が出たけど、T 君が具体的に何を伝えたいのか、結局わからなかった。ただ、T 君は今とても痛がっている、苦しんでいる、とおじには感じられて、涙が出るほど胸が痛んだそう。この絵は、T 君の両親の手元に置いた方がいいとなり、教室から消えた。それからも学校のみんなで、駅前や繁華街でビラを配ったり、ポスターを貼ったりもしたけど、さっぱり効果はなくて、依然として犯人に繋がる手がかりはなかった。今日に至るまで、T 君は行方不明のままだ。けど、とっくの昔に、T 君はもうこの世にいないと確信していると、おじは言う。ほどなくして、父親の仕事の都合で転校することになったおじは、T 君家にお別れの挨拶に行こう。母からそう言われ、気の進まないまま母と共に T 君の家に向かった。夕飯をご馳走になったり泊まりで遊んだり、思い出のたくさんある T 君の家を見るのが辛かった。憔悴しきって、別人のようになった T の母が応対に出た玄関から、おじは何気なく右手にある居間を覗き込み、壁に貼られた九段の T 君の自画像を目にし、すぐさま顔をそらした。見てしまったことを心の底から悔やんだ。T 君の顔が、真っ黒になっていた。せめて天国で安らかに過ごしているよう、今も祈っている、とおじは話を締めくくった。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。